もお疲れ様です。今日は8月14日になりましたあ。月曜日なんですけども、ちょっと相場解説はね、お昼ぐらいに譲ろうと思います。で、前回、えー、ライブ放送をさせていただきました。あ、FX オリアルヒの受講生さんとの対談動画だったんですけども、早速ね、その対談動画をご覧いただいた方からメッセージが何件か寄せられたようですんで、今回、そちらをね、紹介しようと思います。えー、ノート。 これがね、対談をしてくださったレンジーさんのノートなんですけどもここにこんなアウトプットがありますね「嬉しいメッセージありがとうございました」っていうタイトルで、えー、視聴者さんからね「FX の印象が全く変わった」とかね「自分の愚かな先入観が解けた」とかね「なんか FX やってみたくなりました」というねまあ、色々と思考の転換が起きたっていうことでこれはまさにねレンジーさん自身に起きたことが別の方にも伝わっていったってことなんでしょうね 特にね、何百万稼ぎました、何千万稼ぎましたっていう人を私紹介したわけじゃなくて、本当に学んでる途中の、言ってみればね、多くの方と似たような状況の方を今回取り上げましたんで、あの、レンジさんもね、本当にリアリティ深くお答えいただいたんじゃないかなと思います。というよりもリアルですからね、これがね。まあ、ですんで多くの人にこうやってね、 突き刺さったんじゃないかなと。特に今まで FX でうまくいかなくなった人とか、FX 未経験でちょっとだけ興味があるんだけどねっていう人にものすごく刺さったんじゃないかなと思います。えこんなメッセージをたくさんいただきましたってことを書いております。嬉しいメッセージをいただきましたと。一人でもお役に立てれば幸いですということでしたね。はい。ではこちらの方にね、あの URL つけておきますんで、えっ、ー、と、レンジーさんのーノートの方ね、ご覧いただきたいと思います。そしてこちらの方を再生できますんで、よろしかったらご覧ください。 50代からでも、不況増税でも、FX で稼ぐ暮らす。これ本当にできることですからね。FX ね。うん、FX って言ってもビールことはないです。単なるお金を仕入れてお金を売ってるだけなんで。商品仕入れて商品売るのと同じでしょでも商品ってのは腐ったり劣化したりロスになったりするんですけども、基本的に仕入れたお金ってそうならないですからね。だって食品を扱ってる人、早く売らないと腐っちゃうでしょ でも、FX って、バーチャル上でお金の取引してますから、腐らないんですよ。腐らないってことは、いつまでも寝かしておくことができます。よく塩漬けって言いますけども、いつか仕入れ金額よりも高くなった時に売れば利益なんでしょうん。だからそれを、短いスパンでやっていきましょうってことなんですよ。3年、5年待って儲かった、じゃあ話にならないんで、じゃあ毎日それをね、わずかな金額数千円でもいいから、1万円前後でもいいから、それこそね、1000円でもいいから、毎日稼ぎるようになっておく。 もっと言うとですね、この FX の講座の中でも申し上げてますけども、あの、週に1回3000円勝てる日をまず作っていきましょうってことなんですよ。おすすめするのは水曜日です。水曜日に3000円をコンスタントに稼げるようになったら、それだけでも月間復収に1万円超えるでしょそのあたりからやっていきましょうってことなんですよ。とりあえず FX で損しましたとかね、破産しましたっていうふうな人っていうのは、まあ、はっきり言ってね、FX やってないんですよ。 だって破産しようがないですから FX で。こんなに守られた環境で破産するとしたら、その守られた環境すら知らずにやってる人なんですよ。まあそういったこともね、えー、レンジさん並びに私の方にご連絡いただければ回答させていただきます。それでは今回、えー、以上でございます。お疲れ様です。